ゆっくりがお送りするガンオン2実況動画。これ違いますね、マリサもいますよ。そういったことでわしどんなキャラにしよっかな。やっぱ基本の黒髪美少女巫女ですかねー。でもこれクローズドベータやからここは一回捨てキャラでショタキャラとかでもええかもしれんと思ってます。どうせこのキャラ消えるやろうからなぁ。はい。はいじゃねえわ。ちょ、トレイムさんこれブループロトコルのベータのやつですから。え？なんだよ、ガンオン2どうなったんだよ。ガンオンで稼いだ金でこんなイキリとライフシミュレーションゲー作ってんのかよ。わしそういうの許せません。リアルに戻りましょうね。オンラインアクション RPG ブループロトコル、バンダイナムコオンラインよりサービス開始予定。こいつブループロ絶対やるな。そういったことで赤ロック。必中環境なった終わりの始まりゲーやっていきましょう。本編なった途端やる気ゼロなるのやめてもらっていいですか。今週から統合整備で赤ロック必中システムが追加されたって話なんで、今回はその影響をもろに受けて生まれ変わった元リベリオン参拝機たちのサクセスストーリーをたっぷり39分にわたって実況しちゃいます。無理です。相方がそこまで言うのならいつも通りの10分ちょいのレギュラーサイズでお送りします。最初っからそのつもりやったやろ。そういったことで初動はアホ草で超強くなった天草の真の姿をオーダー兵たちに見せつけてもう誰にもアホ草なんて呼ばせねえ。アホ草。著作権フリーの BGM かけて。アレクサみてえに言うんじゃねえよ。見てください、これが新しくなったアホクサのエグザム的な15秒間だけなるやつのんです。乗ってる本人がいっちゃんアホクサ呼んでるんですけど、ともかく解説はちゃんとしてくださいね。それマリサさんの仕事で。アホクサに追加された新規固有文字、反応速度上昇は、アクションキーで15秒間最高速度上昇とハンマーの性能が上昇。特にハンマーは DP が上がるみてえなんで、一撃生えた滝が可能になったりならなかったり知らんけど、効果時間15秒とちと短いのがネックながら、クール15秒で何度でも再使用可能なんでご安心しすてに。そしてこのセミオートビームもコスト340のスガンシャゲルと同性能になったんで超強化こいつ360コストです。言うてスガンとシャゲルのビームがコスト不相応の効果力高 DP ぶっ壊れ性能ですんで、普通にビーム打ってるだけでぐっそ強いです。セミオートビームが赤ロック必中武器なんで、距離300でチュンチュンするだけで勝手に敵解けるんやな。お前の時代は終わったんだ。 IWSP 周りの期待が強くなっただけなんで、 IWSP もまだまだ強いですけどね。しかしこれセミオートのビームライフル一本でもめっさ強いというか楽。同じ武器持っててコスト低いシャゲル乗ればいいんじゃねって思うかもだけど、こいつはもともと360コス最高峰の足回りなんで、扱いやすさが段違い。さらに反応速度上昇で最高速度アップされるんで、ヒット&アウェイでの生存率が違いますから。そんなことよりメインのハンマー使えよ。もちろんメインのハンマー射出型もリロード時間短縮。攻撃中もシールド有効とめっちゃパワーアップされて使いやすくなってます。もう死んでます。おいやー、距離400必中バズーチ放題ステイメントか勝てるわけねえだろ。ここに来ての試作参考環境無双とか最高にガンオンって感じだ。だったらこっちも0083優遇期待テトラ界で怨念返しやってしまいます。恐縮です。アトミックデブの強化まだですか。カイサリスだけ小池に嫌われてる定期。ちょうどさっきのステイメンに出会ってロンビ転倒オンラインすまんすまん。赤ロックなら誰でもオートエイムのせいで、チャービー苦手な霊夢さんでもロックして撃つだけで最強生えた滝できちゃうぬるゲーですんで。しかしこれ逆に言うと敵からもロックされれば死亡確定というクソゲー化でもあるんよね。昔のガンオンみたいな自由に空飛べなくなる芋合戦会場化になる予感。そのうち新機体でどんどん赤ロックの距離も長くなっていくと思われるんで、今は新鮮でも今後は心配しかない。まあその話は置いといて、
テトラ界もついにロンビが補給家になったんで、ハエ叩き要因としてめっちゃ使いやすくなってます。やっぱ新環境なってからロンビ機体が猛威を振るってるんで、テトラ界も340の両コスパ機として優秀じゃないですかね。クマさんアンバト、ただこいつの欠点はロンビ後の追撃武器の火力が足りないのが痛いところ。走車の威力は多少上がったものの、まだ火力不足だし、そもそも前段当てるにはかなり近づかないといけないのがネック。そうなるとやっぱり格闘振りに行くしかないんよね。ボッシャ痙攣こけた追撃腕増しロックオン仕事しろ。まあどっちみち腕増しじゃ倒しきれなかったですから、やっぱこいつはハエ叩きに専念して追撃は味方に任せた方がいいかも。3機目は個人的に新環境でめっちゃおすすめのテイコス銃撃がザシーちゃんやで。ははこれが赤ロック必中ナッコーバスターの力やで。以前は独特の発射ラグで全然当たらなかったナックルバスターも、赤ロック必中で距離300からポンポン当たる高火力武器に進化。N 型なら威力9000超えを3連続で撃てるんで結構な瞬間火力。そっから威力17000の内蔵バズ F につなげれば大体相手は死んだり死ななかったりします。ちょい火力足りないことも稀によくあるけど、コスト260でこの火力なら十分な戦力。ただやっぱ鈍速なのが辛いところ。ということで今回のメイン機体であるご神体様の降臨です。あなたも続行に入信しませんか。これが戦場の踊る緑の死神、主に戦犯的な意味で、この岩音の神として長年連邦区兵信者たちに敬われてきたご神体にも超絶強化が入りましたので、もう味方から唾吐きかけられることもなくなったかもしれません。味方から嫌われすぎて辛い。この赤ロック400のチャージ5光ビームさえ当たれば、DP2000 オーバーで大体の相手は空中戦闘。DP 軽減とかはやめてください。さらに今回フィールド特性を利用した水中移動で弱点の激遅足回りも多少緩和。神の裁きを受けろ。コスト300の軽減タオ2と10日交換するコスト320の神、さすがです。神にとってはコスト20は取るに足らない誤差の範囲なので、そんなことより露格ライブアーマーのセミオートビームがめっちゃ当たるようなった話しようぜ。ロックより活躍してるまである。コスパ最強路角機として今後もガンガン使っていきます。そんなことよりナックルナックル、なんやこれ超気持ちいい。やっぱナックルバスターのヒットオンは最高やね。ロックのメガ流もこんくらいのドデカ SE にしてください。マジでご神体はビームヒットしたのかわかんねえレベルだかんね。オットガバロック機体の F91 も赤ロックオートエイムでもう脅威ではない。マジでガバロック機にイライラしなくなったのは評価できる。イベントでもらえるハロチケでビギナギな交換しようと思ってたけど、これは考え直しますね。二度目のアホクサチャンス到来で、今度こそハウンマーハエ叩き決めてやりますよ。あちょ、急に上からウニコーン来たんで、イグザムしないでハンマーしてもうたは。反応速度上昇使ってれば空中点灯取れてた場面。やっぱ効果時間15秒って短いんで、使いどころ迷っちゃうんよね。試合時間残り5分でラスト5身体不強チャンスです。マジで神プレイ頼んます。オスロカトンボからのショルダーメガ UN でユニコーン狩りに成功やったぜ。たかよこれが400コス相手でも一方的にねじ伏せる小池の寵愛を受けし、神の力やで。全部小池が悪い。残り3分で信者との触れ合いの時間を大事にする属神の慈悲深さをたっぷりとアピール。こっち見な。サムネ用に SS シーン録画したところで、ラストもう一度神の奇跡見してやりますよ。海からザッパーンからのそこを。マジで赤ロックならもう何やっても外れねえなこれ。さらにメガ流、チュン
瞬でもう一機。あちょ違うやつにロック行くのやめてください。あ、最後は支援機にマシペチされて終了です。ご神体の大活躍でリベリオン完全勝利、お疲れ様です。なお個人戦績は D ランクだった模様。今回もさ、召喚戦場に出荷されたからね、仕方ないね。ともかく環境がまた大幅に変わった印象なんで、これからどうなるかですね。赤ロック必中ゲーで正直不安です。人やりすぎた感あるっちゃある。来週のメンテはゴールデンウィークということで、火曜の昼12時からスタートなんで注意。再来週のメンテもなしな有料企業版ナム。ゴールデンウィーク中でもシンデロックスは出しますんで、しっかりジャブジャブしてください。ゴールドフレームのミラージュコロイドと焼け野原イナクトの勝利走者が目玉。さらに 980BC で340から380コストの金図が絶対出ちゃうプレミアムなガシャコンも開催。これもう360以上にした方がいいんじゃないすかね。1000円払ってゴミみてえな340コスでたらシャレならんぞ。そして待望のパイロットパス新機体にバスターガンブムさんがついに登場。各軍で持てる武装が違うんで、これは新たなネガ論争の日だね。ほんでスタンダードアクティビティのストックが可能になって、一日休んでも次の日頑張ってアクティビティ6つクリアも可能に。エクストラアクティビティも追加でパスレベル上げが緩くなるかも。バスターの特性上げと最新デロックスチケ10枚のお得なセットもあるよ。GO ライセンスに3000円払った人にさらに課金させる沼システム。無課金のみんなには舞台チャレンジコンプでただチケ3枚ばらまきます。今時そんな活気ある舞台って数えるほどしかないよね。他にも親の顔したイベント目白押しなんで、お前らはガンオンだけやっていればいいんだよ。他ゲーに逃げるな。ガンオンって怖いですね。ということでまた次回。